それでは次の僕の衣装替えに飛びますか。飛びますか。バックに。じゃあすいません。大ジャンプしたいと思います。それでは行くぞみんな。ということで衣装チェンジからのご覧ください。イルミネーション。今回はこちら東京駅付近とイルミネーションが素敵な場所で撮りたいと思うんですが、なんせね。ウェディングの格好の素敵な、方々が多いです、ね、僕にはほど遠い一生あるのかなっていうそんな気持ちで見ております。はい、感情は無にしておりますのでここからはイルミネーションバックの、ロケーションで撮影したいと思います。何にしましょうか。じゃあちょっとシチュエーションください。誰か。じゃあ、はい、お姉ちゃんの友達が、はい、男友達と歩いてて嫉妬するクマカレンの感じ。分かったっす。熊本の感じ。じゃあ行きますね。姉の友達に嫉妬する熊本の感じ。お姉ちゃん、飯どうするって決めとらんの。これなんかある。あ、ちょっと待って。あ、ね、あ、あれあれ先輩じゃんよ。あれあれ待って、男おるってマジ無理。マジ無理。ちょ、姉ちゃんマジ一回 LINE して、一回 LINE して。え、彼氏おらそんで。マジでないってなんでじゃ。え、なんじゃ、なんじゃ俺のあの感じ来ないっすか。マジでさ、行ってどうしよう、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 どうしよう。え、じゃ俺聞いていい、あったとか。無理よ。え、絶対無理よ。え、じゃでもスポンポン見たよ、でもスポンポン見たよ、俺。あれ、あの彼氏さんにじゃあ言っていい。彼氏さんかな、てか友達だろ。分からんけど大丈夫だよ。え、これ何も言わん方、え、ノータッチの方がいいの、これ。俺諦めんけんね。絶対諦めんけん。はい。すごいマジで。言うてでも今日あんま寒くないな今んとこ。そんなね、そんなに寒くないですよね。ですよね。その半袖でも納得って感じですよね、うん、いや、行きましょう。はい、後ろ、左見てほしい、後ろ。これ最後にしましょう。はい、あのこれ、あ、このカットを最後に、フォーエバーラブ、本当は指と指でやってもらおうと思ったんですけど、あのこれ最後の方が多分いい。引きこもりを好きになってしまった熊本の彼氏。ちょっと何年ぶり。あ、すいません。顔の後ろにしちゃうと顔が大きいんだから。そう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 。
そうなんですよ。なんか今の面白いやつと、はい、これやってるんですよ、こういうの。震えすぎて、ね、おいで。外何年ぶり？ 5？ ガチでいいよ。おいで。マジ？この、マスクみんなしとるよ。え、なんで知らなかった？テトラン結果、なんかコロナっていうのがあって、風邪ひいたよ、みんな。その風邪で、なんか、マスクもつらくなって、ね、ちょっと変わってしまったっすよ。何なんですかね、何 TikTok？ TikTok って今流行っとるから、知らんの？何も知らんって言ったら、まあまあ、しょうがないよね。さすがにね。グロードガルシーっていうのを今やりよると、俺は。これってやばいね。本日のオールアップです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今回は計何時間やろ。7時間、8時間ぐらい。そうですね、長い間やりましたけど、皆さんどうぞご覧ください。はい、熊本の彼氏とイルミネーション場見に来たとだろってっていうことでしょ。ね、綺麗でしょ。ね、イルミネーションとあんたどっちが綺麗とね。ね、言ってきますんで、はい、使ってくださいぜひ。ここね、切り抜いてくださいぜひ。いやー、まあまた今回も素敵な、ゼロ距離という名楽曲で、まあ、冬になったら思い出す、そして映像でも楽しめる彼氏感満載のね、ブーン言うてますけども、はい、ミュージックビデオが、完成したんではないでしょうか。まあ、皆さんもうご存知でしょう。マナミュージックから、ね、ソロでメジャーデビューが決定しておりますので、これ言うすごいね、知ってんだもんね、もうみんなね。ソロでね、この寒い時期たくさんやっていくと思いますので、ぜひ愛してください。そして必ずサブスクでも配信も、されると思いますので、日々寒い日に、この曲を寄り添って聴いて、体温めてください。はい、ということで今日はまたたくさんね、撮影のシーン見せれたんじゃないかなと思いますので、次回の動画も楽しみにしててください。そして、チャンネル登録、そして、高評価です。はい、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。ならねー。